皆さんこんにちは、 DIY 主婦の千代まる子です。はい、今回はですね、初めて見ていただく方もいらっしゃるので、サクッと説明させていただきますと、自転車小屋が作りたい、でも一人で作れない、なので視聴者の皆様で作りたい方いらっしゃったら一緒に作っていきましょう企画になります。それですね、今回この企画が始まって5回目の動画になるんですけれども、毎回毎回私が動画をアップして、視聴者様からいろいろなアドバイスやコメントをいただいて、で私がまた練り直していろいろね調べたりするんですけれども、今回も調べてきました。そして行ってきました。どこに行ったかと言いますと、市役所です。はい、今回はものすごく難しかったんです、私内容が。で、そうだ、まだ言ってなかったですね、内容。何の内容かと言いますと、前回の動画ね、これ作ったじゃないですか、ミニチュア。それを作った後にアドバイスをいただいて、その中で、まず憲兵率についてっていうことと、あとは、この高さ2メートルを超えてるんですね、3メートルあるんですが、2メートル超える建物に関しては、建築確認申請がいりますよと、アドバイスいただいたんですね。何だろうと思って、それ何だろうと思って、何でみが言ったやろ。それを聞いて、もうそれやったら2メートル以下にしようかなと思って、また図面を書き直してたんですね。でも私これから、自転車小屋だけじゃなくて、物干しね、洗濯干すところの上に屋根が欲しかったりとか、2メートル超えるじゃないですか。もう作りたいものが2メートルを超えてしまうものがまあまああるので、もう今回この機会にしっかり内容を確認しておこうと思って。で、普通 DIY で建設確認申請をされる方とかあまりいらっしゃらないみたいなんですけど、私みたいにこのように YouTube で動画を公開しちゃってるんで、後々言われたりすると私が一番困るじゃないですか。で、作ったのに壊さないといけないとか、もうめっちゃショックじゃないですか。なので教えていただきありがとうございました。危ない、出るとこやった。なので課題が増えました。行ってきました。行きますよ皆さん、準備はいいですか。このネタ2日温めました。もう難しすぎて、先に言ってきます、私は素人なので、素人なりに勉強して分かったことを皆様にお伝えして、自転車小屋をどんどん仕上げていきたいと思います。まず、今回のテーマ、値段も、これの値段も出しましたから最後に言いますね。いきますよ。1、建築確認申請。ここポイント2つありまして、すいません、カンペあります。まず、地域にもよります。あと2つ、10平方メートル以上だったら建築確認がいります。まず、1つ目の地域からをご説明させていただきますと、私ね、行ってきたんですよ、市役所のどこだ、建設部っていうところに行ってきたんですね。そしたら、私よりもはるかに若い20代ぐらいのお姉さんが、ライトグレーの作業着着て、ここに、建築課、申請部、査定部、審査部みたいなの名前つけてたんですよ。もうめっちゃかっこいいと思って、で、無駄話が増えるじゃないですか。すごいですね、とかって言って、建築家卒業されてるんですかとか、そんなばっかり聞きながら、それは置いといて、めっちゃ短く喋らないとね。はい。大きなパネルをお姉さんが持ってきてくれました。何かなとかって見ると、地図だったんですね。そう。地域っていうテーマなので、それで、なんかいろいろ色が塗ってたりとか、なんかいっぱいね、その地域によって色分けとか、斜線引いてたり、チェックマークだったりしてたんです。で、それを説明していただいたら、このチェックの線を引いているところはですね、防火地域や準防火地域に当たるので、ここにもしどんな小さなものを建てられたとしても必ず建築確認申請がいる地域になるんですって言われたんです。で、じゃあ私が住んでいる地域はどうなんですかってなったところ、それは大丈夫ですってことでした。なので地域はクリア。はい、次ですね。10平方メートル超えるならいるんですけれども、以下なら正直いらないんですよ、この建築確認申請っていうのは。で、私が今作っているものですね、まず柱と屋根があるっていうこの2点大事で、これが建築物扱いになるんですね。で、私の自転車は柱とこのトタン板の屋根があるじゃないですか。だからこのもの自体は建築物扱い。じゃあ10平方メートル超えるのかどうか、この下だけで言うと 7.2 平方メートルだけなので超えないんです。じゃあ上、屋根だったら問題ないんですけど、デッキ部分にしてるんですね。じゃあ、ここどうですか？見てください。柱はありますけど、屋根がない。そうなんです。屋根がないので、これは、
建築確認が必要な増築には上の部分当たらないということなんですね。なので正直屋根がつけたら上と下合わせて10平方メートル超えるので建築確認申請がいるんですけれども、下だけを見ると 7.2 平方メートルなので建築確認申請いりませんってことになりました。もうよかったと思って、初めもう聞いてた、もう新聞看板めっちゃメモってるんですけど、お姉さんもう書いてください、よくわかんないんです、もうこんなばっかり言ってて、その日頭パンパン。はい、じゃあ次いきますね。で次、なのでこれ3メートルの高さでも全然 OK でした。はい、では建蔽率について、皆様建物、家を建てれるときに敷地があって、そこに建築していい面積っていうのが決まってるんです。それは地域にもよるらしいんですけども、我が家は 50% なんですね。で今実際、実質この家は 42%使ってるんで、残り 8% 要は使っていいってことだったんです。で今回もしこの自転車小屋を作ったら何パーセントになりますかと聞いたら 44% になりますと。なので 50% 以下なので建蔽率もクリア、よかった安静ね。やっぱり建蔽率を超えてしまったりすると、やはりね、やっぱり一緒に住んでいる地域の方から結構通報されたりとかっていうのが、いろいろ私もいろいろ検索したのであって、で役所の人が来てこう揉めたりとかっていうことが結構あるみたいなんです。はい、なので、まあ、私みたいにビビりな方、なんか住められたら怖いみたいな、詳しいこと分からへんみたいな感じの方は、その規定内で気持ちよく思いっきり DIY を楽しめた方がいいかなって思います。アドバイスいただいた視聴者様ありがとうございました。これで私も一つね、本当に一つ勉強になったのでめっちゃ良かったと思います。でですね、そう、あとそうだ、これの金額ですね、出しました。もういきますよ。もう細かいことはバーンってここら辺にわーって載せとくので、総額このミニチュアを全て単管で作ってデッキも木でして、ラボ金具を使った場合の総額出ました。いきます、ドン、129,820円です。それでもちょっと金具がね、分からなかったりとかして入ってない部分とかあったりとか、あと上のねウッドフェイス、この側面と前、私ウッドフェンスつけたいって言ってたじゃないですか。その分はもう何枚つけるか決めてないので、そこは省いてもう13万弱でした。どうです、無理です、そんな予算私の我が家にはございません。3ヶ月分の食費になりますから。はい、なのでそこから私これを作った後にめっちゃ悩んだんです、金額で。もう無理だ無理だと思って、でそんなタイミングの時にですね、たまたま現場の、まあ、なんだ、はい、そんな中たまたまね、業者の方が家に来られるタイミングがあったんですよ。でこれを作った後だったので、ミニチュアをで今皆様からこんなアドバイスをいただいてて、もうとりあえずコストが今かかりすぎてて、めちゃめちゃ悩んでるんですって言って、でここにたまたま帰りしな車出す時にこの辺りに作ろうと思っててって言ったら、その方が高さにこだわらないんだったら、うちここ入り口のところ2メートルで今考えてるんですけど、この2メートルの高さにこだわらなかったら、後ろの塀あるの分かります、我が家の白い塀、ドン、ここら辺に載せときますね。その白い塀の高さが1585ミリメートルなんですね。で、まあ、私身長160にあるんでちょっとかがんだりするんですけれども、その高さでもいいんだったら、その塀を要はここの2面にもう使っちゃって、足をつけて、あとは作って上に板ぴょーみたいなの乗せてしまったらええんちゃうんと言われて、へーみたいな、へーもへーって感じだったし、そんな上にひょいって乗せんの、もうそんなんちょっと私の力量でも全然できる感じではないんですけど、そんなやり方があるんだと思って、で私もね、高さはやっぱ欲しかったんですよ。2メートルぐらいあったら自転車小屋作ったけど、最終的には作業小屋になるかなとかって、そんなね一石二鳥また考えちゃったりしてたんですけど、やっぱり台風の風のこととかを考えると低いことに越したことないし、デッキの部分が下がると、もし転落しても、転落することはなくても、まあ2メートルだったら上から下、子供もね、まあ小学生になったらジャンプして遊ぶこともまあできるっちゃできますし、危ないかもしれないですけど、はい、私もちっちゃい時ね、高いところから顔面で落ちても包帯だらけになりました。はい、
なので、まあ、そういうのを考えると下げるっていうことも一つありだなと思って、また図面を書き直しました。これが今の段階でのイメージ図になるんですが、ここがね白い壁なんですね。で、私これブロック塀だと思ってたら、コンクリート塀なんですって。調べていただくと、で厚みが20センチ以上あってめちゃめちゃ頑丈らしくて、でここの上にこの固定クランプを乗せたいんですが、ここモルタルか何かで作られた笠木になってまして、傾斜になってるんですよ、雨水が切れるように。で固定クランプが一番安いので、できればそれを使って下に何かをかまして水平取れたなっていうふうに思っています。でまあ上のね、このここに、ここが出入り口ですね。で正直筋交いの入れ方はこの図案になって正直よく分かっておりません。で私ミニチュアでね、ここをねトラスにしようかなっていうふうに思ってたんですけれども、まあトラスにするとものすごく金具とかも強度は強いのは分かるんですが、コストが上がるんですよ。でアドバイスをねいただいたんですが、単管を2本重ねて組むことによって、上が単管や木材、人が乗っても500キロは全然耐えれる、たわむことなく大丈夫っていうふうに教えていただいたので、そのように書き直しました。で手すりのところは今600ぐらいで考えているんですけれども、まあ、ここはまたちょっとどうするかを考えるとして、ここ私ウッドベースしようと思ってるじゃないですか。なのでそこのウッドベースを、まあ、デザイン性も含めてトラスに木材を加工できたらなっていうふうに思っています。またねしっかりこれの構想が決まればまたミニチュア作りたいと思います。頑張ります。それでですね、図面が変わったので、この図面を持って、今度は固定資産税のことを聞きに資産課に行ってきました。もうこれで3回目。でこれを持って行った時に、そこの担当の方がちょっと詳しく調べないと適当なことも言えないので折り返し連絡しますって教えて言っていただいたんで、私待ってたら電話がかかってきました。そうしますと、その後ろ2面が塀じゃないですか。でもともとやっぱその固定している、あと壁が3面ある、あと屋根がある、これが固定資産税がかかってくる3つのポイントなんですけれども、その塀と上の屋根の部分がどれだけ密着してるかによっては、ここの塀が壁とみなされるって言われました。なのでまあここに隙間があれば大丈夫なんですけど、あとここのフェンスですね、横のフェンス、これを今はもうほとんど空間になってたりとか、ウッドフェンスにしたりとか、先ほどの図面も片方空いてたりしてたんですけど、この状態だったら大丈夫だけど、もしまたデザインが変わって壁にしたいとかってなったら、固定資産ではかかると言われました。でもかかってもどのぐらいですか、1000円以下ですかって聞いたら、多分もう1000円以下ぐらいだと思います、とのことでした。はい、なので私もうまたね図案を考えながらしていきたいんですけど、そろそろ私多分これやりだして下手しい1ヶ月ぐらいかかやってるんですよ、考え出して。もう私そろそろ何か動きたいと思って、作りたいと思って、でも多分見ていただいている皆様も思うんですよ、千代丸子一人で作るのかい、かなり危ないぞって、ものすごい大仕事だぞ、大丈夫かって。前回もねコメントいただきました、大丈夫かと、単管扱っている方が一緒にやってくれたらいいんだけれどもっていうふうにアドバイスいただきましたんで、先ほどの業者の方も手伝ってくれると言ってくれたんですね。でただその方ね、日本をね上から下まで横断されてる方、横断しながら仕事されてる方なので、タイミングよくここに来てくれたらいいんですけれども、なので私今まで一度も単管を使って DIY したことがないんです。なので自転車小屋をの図案をまだまだ考えながら、もっともっと予算ももっと絞って、そうなのでコストも半分ですよね、この図案だったら。なのでそこもしっかり考え続けながら、私単管を使って少しずつウォーミングアップしていきたいと思います。はい、でも気が早いから、いやそれを思い出したらスイッチ入っちゃうから、もうホームセンター行って買ってきたんです早はい、なのでこの動画を配信したら、次はその単管で何かを作るコーナーを少しずつアップしていきたいと思います。私も初めてなので、皆様にご指導いろいろいただきながら、一緒に作られてる方頑張りましょうね。単管ってこんな感じっていうのを伝えれたらいいと思います。ではお庭に行ってきます。あ、最後まで見ていただいてありがとうございました。今日も頑張ります。せーの、シュワ。